結び目を破壊して回ってたんはお前やな。なんであんなことをした？それはこちらのセリフだ。私が秘密裏に破壊工作を行っていたというのに、全て無にしよって、五角堂を破壊するしかなくなってしまったではないか。目立つことは避けたかったのだ。五角堂を破壊やて？宮古市の貴重な文化財や。そないなことさせへんで。私を止められるとでも思っているのか？ここはどこだ？五角堂自身が宮古市を守るために結界を作り出したんや。これで心置きなく戦えるで。バカな、ただの建物にそんな力があるはずがない。この結界を作った奴が仕込んでいた防衛装置か。どこまでも忌々しい世界だな。ここは祖先から受け継いできた都の結界、絶対に壊させへんで。俺が切り開く。繋いでくれ。
私は私だ。ちょっと何やってるのよ。やらせないぞ。主を守るな、我ら傀儡。思いつつ、お前は何者だ。もうこの世界に結界を守る力を持つ者など育つはずがないのだ。御堂家はこれまでもこれからもこの国を守っていくんや。そんな連中は戦争で滅んだはずだ。なぜだ、なぜお前のような者が存在する。えらいおしゃべりな人やな。もっと話を聞いてみたくなったわ。武蔵、スクネ、この人を連れて行って。させるか。自爆？いや、消えたんか。気にはなるけど、結界の修繕が先や。みんなのおかげで結界を守ることができた。ありがとう。ちょっと御堂君、なんてことすんのよ。ああ、忘れてました、すんません。でも全部終わったんで。ありがとうございました。その一言で許されると思ってるの？この計画は。ただ道おじさん、御堂内務次官とも話し合おうと思います。宮古市、この国、そして世界を守るには長期的な取り組みが必要です。マジみたいね。でも私もいろいろ聞きたいことがあるのよ。嫌とは言わせないわよ。もう一度コート半蔵に拘束されますか？いや、それは。ほな、失礼します。うちに帰らんと、お母様に叱られますんで。綱乗り。父さん、いつ帰ってきはったん？ついさっき、飛行機が着いてな。ちょっと揺れたで。けど、うまくやったみたいやな。まあまあ、やれたかな。父さんとお母様のおかげや。でも、この話は母さんにはせん方がええやろな。自分もそう思う。おじさんが絡む話は。さあ帰ろう。君が。はい。私は連合国大統領府から派遣されてきました。御堂忠通内務次官の要請によってね。このカテドラル計画には
連合国に秘密にするようなことは何もない。その証明のために。確かに計画には秘密はないのかもしれない。でも君には秘密があるのかもね、綱のりミド。自分はただの大学生で特に秘密は、いや人に知られたくないことは一つや二つではないですけど、それはあるでしょう。あなたにも。御堂家の主要なメンバーは今でも連合国の監視下にあります。あなたは違うけど。でもあなたのデータが我々のもとには一切なかった。御堂綱則、あなたの存在も個人データもこの国に来て初めて知った。こんなことってあり得る？自分は宮古市で生まれて20年、ずっとこの町に住んでますけど、連合国に自分の個人情報がダダ漏れやとしたら、そっちの方が恐ろしいですわ。自分がここに呼ばれたのはカテドラル計画に参加するためでしょうか、それとも尋問に呼ばれたんでしょうか。ごめんなさい、つい自分の個人的な興味が先走ってしまったわ。あなたはこれから天の岩戸の向こうにあるという展開に行く。展開に関する情報は我々と共有する、そういうことよ。でもあの岩を調査したけど何にもない、ただの岩。向こう側はただの向こう側だった。展開なんてあるはずもない。連合国の人はみんな神の国を信じとるんやと思うてました。違うんですか？私の神の国はあの岩の向こうにはない、それだけは間違いないわ。自分も天の岩戸に向こう側があるというのが信じられんのは同じです。御堂家の人間の務めとしてやるだけはやってみます。天の岩戸も聖堂も子供のいい遊び場やったのに、今では大人でも近づかれへん。あなたがどうやってその巨大な扉を動かすのか興味津々よ。自分でもどうやるのか見当もつかんわ。それでもこの先に自分の進むべき道があるのは確かなんや。岩戸よ、自分に道を示してくれ。ここが展開か。初めて来た気がせんのはどういうわけなんやろ。綱則さん、あなたがこのメッセージを聞いているということは展開に着いたということでしょうね。お母様、いつどうやって傀儡にメッセージを仕込んどいたんやろ。なんや、急にヤバいことになったわ。この国は古いしきたりにとらわれ、戦に敗れ、滅亡の淵に立たされました。すべては古い男たちの責任です。私は恨み堂から御堂家へ嫁ぎました。戦の前には許されなかった身分違いの結婚です。しきたりの壁を破らんと新しい時代を乗り越えることはできひんからです。綱則さん、あなたは裏と表が一つになった新しい御堂家の代表です。あなたは天界に住まうという四体の力ある精霊を探さねばなりません。その力を傀儡に宿し新しい時代を切り開くのです。天界にはどのような困難が待ち受けているのかわかりません。綱則さん、あなたならきっと乗り越えて責任を果たしてくれると信じますよ。いきなり来たな、お母様の無茶重いプレッシャー。
今回は特別に重たいで。これが最初の困難か。自分に乗り越えられるんやろうか。全てはクグツ次第ということや。